いっちゃうよ。はい、皆さんこんにちは、セナです。はい、今回ですけども、今回はツインモーションでですね、ガラスの反射って皆さん気にしたことありますかね？これツインモーションそのまま何もせず置いておいたら、なんか見えてはいけないような部分が反射したりね、ちょっと変なところがありますので、そちらの設定方法っていうのを今回は解説していきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。はい、ということで早速やっていきたいと思うんですけども、はい、まずこれツインモーションで普通のなんともない家ですね。で、このなんともない家をですね、家のこのガラス部分にですね、反射させたいと。では何を反射させるのかと言いますと、まあ、後ろパッて見たら分かる通り、まあ、こんな感じの草木ですね。ちょっとこれもうちょっと耕すじゃないけど、高さのある草とか、あ、こんな感じいいですね。はい、こんな感じで入れておきます。で、これがまあこっち側に反射、ね、軽く反射してたら、なんかもうちょっとリアルに見えるじゃないですか。だからそちらの方をやっていきたいと思います。はい、これも一発でパッと終わるんですが、その解決方法とはですね、ツインモーションいっぱい触ってる方はわかると思うんですけど、ここの中に、まあ、ツールっていうのがあるんですね。ここをクリックしていただいて、この5項中のリフレクションプロブ、ここですね。これをクリックしてください。これをクリックした後に、まあ、いや、これちょっとまあ反射の仕方がちょっと変わるというだけなんですけど、まあ、これよりも今回は丸みを帯びるというよりも四角でね、しっかりと対面のものを反射させたいので、こっちを選びます。はい、こうやってクリックして、ここにドラッグ&ドロップして、ここに置きますと、もうね、なんとなくわかるかもしれないですが、こんな感じで綺麗に反射してます。まあ、これちょっとね、はい、なくしたらこんな感じ、つけたらこんな感じ。まあ、これがあった方が、普段のね、ガラスとかはこれぐらいは反射してると思いますので、こんな感じでいいのかなと思います。でですね、あとは、ここからまだちょっと調整がありまして、これの、まあ、位置によってもちろん反射するものがちょっとずれたりしますし、あとこのサイズですね。で、どれぐらいの距離感が一番適切なのかなっていう感じであったりを、まあ、こちらとね、こういう感じでちょっと見合わせながら、こう見て、ああ、でも今結構いいなみたいな感じで調整していくのが一番いいのかなと思います。こちらもね、一緒ですね。はい。これを入れることによっても綺麗に反射してね。で、もしあれだったら、今のままだとね、この木の状態なんですけど、例えばこれ木がない状況になったとします。はい。木をなくします。こいつをなくします。これをなくしても、こう見たらまだ木がある状況なんですね。で、これちょっと皆さんね、失敗しがちなんですけども、こういう時はここをクリックした状態でアップデート。このアップデートをしていただくと木がなくなって、この草木だけ、草だけになりますので、はい、こちらのアップデートすることもお忘れなくということでね、まあ、これをワンクリックで全部いけるんで、これも明るさではっきりするぼかすとかね、これもちょっとね、自分なりの好みでちょっと合わせていただいて、設定していただければ、もっとリアルなパースであったり CG 動画が作れるのかなと思います。はい、ということで今回の動画は以上になるんですが、今回の動画もいいなと思ったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。短い動画ですが、見ていただいてありがとうございました。今回の動画は以上になります。ありがとうございます。